有田焼業界で活躍する方々を中心とした力士ならぬ話の皆さんに、自身の有田に対する思いを語ってもらい、産地の将来をみんなで考えるトーク番組、題して伝統ーク。令和2年から始まり5年目となった伝統ーク、今年の舞台は東京。伊万里有田焼のものづくりを東京の人にも感じてもらおうと、9月に青山で行われたイベント、地場に生きる。今回そのイベントの一環で伝統区の公開収録を実施。有田焼の事業者、さらにゲストとして岐阜県から美濃焼の事業者も話として参戦。同じ業界、同じ時代の課題を共有する2つの地場から産地の未来を語ります。今回5回目の開催となります伝統区、行事を務めさせていただきますプロモダクションの浜野貴晴です。よろしくお願いします。まずは今回の話の紹介から。美濃焼の商社、伊沢コーポレーション代表取締役、伊沢秀也さんは、産地でいうと産地商社的な、ポジションで、1900年に創業して、私で4代目になります。で、産地の商社でありながら、オリジナル商品を作ったりというファブレス的な一面と、川本の商品をしっかり伝えていくという2つの目的を持っています。で、あと子会社の方でアトムデザインという、陶磁器のデザインの会社をやりながら、伊沢グループとして、産地にどう貢献するかみたいなことをやっています。続いて美濃焼の窯元、金子小兵製陶所代表取締役社長、伊藤裕樹さん。業務用の食器から、それから、雑貨物まで幅広くいろんなものを作っています。今日はよろしくお願いします。ちなみに生産的には、全て完結なんですか？いえ、分業は分業ですね。うちだと、素焼きから、本焼成までという形で。なると、有田の窯元さんたちと同じような形ですね。身の中での規模的には、中規模ぐらいの、中規模よりちょっと小さいぐらいの感じですね。有田だと大規模になってるかもしれないですね。ありがとうございます、はい。有田から木原チーフマネージャーで、有田焼卸団地協同組合青年部会長の木原太郎さん。主に自社ブランドを自分たちでデザインして、開発して、貨物さんに作ってもらっている。でそれを国内市場に卸したり、海外に輸出も主にやっています。であとは、OEM が得意なので、ものづくりを伝えることも含めて、海外と一緒にデザイナーと一緒にものづくりやって、それを世界に広めるということをやっています。はい。そして最後は伝統区解禁賞のこの人。有田の皆様、今年もこの時期がやってまいりました。最初から浜野さんと立ち上げの時からやってきました、有田焼の窯元です。藤本光介と言います。よろしくお願いします。岡尾山というところで、かれこれ250年ぐらい作り方は変え続けてても、同じ焼き物を焼き続けてる藤本という一族の一応10番目のランナーとしてやらせてもらってます。今日ですね、この、4人の皆様に、議論していただくそのテーマとして、地場に生きる20年後の、産地の姿というものを、テーマに、トークを進めていきたいと思います。今年のテーマ、地場に生きる。これは令和2年の伝統区初回放送で出演した九州陶磁文化館館長の鈴田幸男さんが、有田焼の未来とその定義について語る中で出た言葉でした。私の答えはシンプルで、3つの条件をよく出します。有田で有田の原料を使って、有田の人が作るっていう、人と場所と原料の3つが満たされたものが真の有田焼だと思っております。工業が地場から離れるに対して、地場に生きるっていう、今日のその皆さんの覚悟を聞きたいと思うんですけど、地場に生きるっていう覚悟があるかどうかは非常に大事だと思います。
ただ現状ですね、有田だけ見ても有田町だけではなく有田近郊でものづくりは進められて、そうなってくれば本当に有田の首都がっていう状態でもなくなってきてしまうのと、今原料は天草から取ってる天草陶石になっていると、じゃあ有田焼って本当にこの3つの視点で言った時に今有田焼っていうのは何なのかということをもう一度考えなきゃいけない段階にもなっているんだろうと。でこれ一方でこれを逆に美濃で置き換えると、美濃の原料に関しては今どうなんでしょうか。そうですね、多くは隣の愛知県の鉱山から持ってきているところがありまして、近くではあるんですけど同じ県ではない、岐阜県じゃないところからも結構取り入れたりしています。もちろんその中で取っているものもあるんですけれど、結構バラバラですね。まだ枯渇しているというのはなくなっちゃってるんですか、それとも取れない理由が他にもあったりするんですか。なんかすごいぶどまりが悪くなってるっていうふうに聞いていて、全くカツンとこうなくなるわけじゃないんですけど、こう糖度にできる粘土の量が何パーセントずつかずつ少なくなってきていて、そうすると同じ量だけ取っても最終的にできるものっていうのがどんどん少なくなってくるんで、まあコストが上がってきたりとか、まあゆくゆくは取れなくなってくるだろうっていう話は聞いてます。なるほど。湯沢さんはミノソイルというようなプロジェクトと言っていいんでしょうかね、まあ、やっぱその土をにこう焦点を当てた、まあ、ブランディングというかをされてますけれども、その土っていう視点からした時の原料、ミノの原料っていうのの現状を。そうですね、はい、ミノソイルをやり始める前からミノのブランディングが土からやはり見直すべきだということでやってきました。で、瀬戸でサバと呼んで、美濃は総計と呼んでます。なので風化した花崗岩なんですね。で、まあ花崗岩質の中に当然潮積分、珪積分があって、それの潮積分が流れていった先に東海地区に東海湖という、琵琶湖の6倍の湖がありました。そこに、まあ、自然水肥で堆積した粘土がガイロメになります。で、今そのガイロメが枯渇するという話が今取り上げられているという現状です。で、総計自体は風化花崗岩自体はまだふんだんにあるという状況なんですね。なので代替原料もしくは奇跡の土と呼ばれるカエイロメが実はまだ有色白くないガイロメはふんだんにまだあるという状況なので、策はまだあるんですけども、そこのコスト管理だったりみたいなところだったりっていうのが課題になっているという状況ですね。有田もね、天草陶石という石自体が非常にまあ、優秀な石で、この石だけで焼き物ができてしまうような非常にこう珍しい、世界的に見ても稀な土というのが偶然にも日本の、九州地区から産出してできたことが、有田地区、肥前地区での磁器のものづくりにこうを発展させたということにはなると思うんですけど、とはいってもやっぱりその土自体、いろいろ機能とかをこう突き詰めていくと、配合糖度という土をいろいろブレンドして、機能を高めていくような土っていうのも有田でも使われていて、その中では、ね、藤巻さん、藤本さん、ガイロメもこう非常に重要な要素ですね。僕らから見たガイロメ粘土は多分そういういろんな機能を付加する時の何ていうか接着剤というか、うまくいろんな素材を結合させてくれる便利な土という僕の印象があるので、やはり有田も今から、有田だけじゃなくて日本の国内の陶磁器産業のものづくりがいろんなこうプラスの機能を素材自体に持たせようとした時に、避けては通れない、これがあることを前提にみんな多分考えを進めていくであろう土だと思うので、やっぱその問題は実は有田にも大きく影を落とすことになると思ってます。ありがとうございます。やっぱり原料問題って非常に、有田も悩んでることですし、美濃の皆さんもその中でどう活動して次の美濃焼き、次の有田焼きに向けての原料っていうのはいろいろ考えていく時代に、今差し掛かっているということになります。ただこう将来こう枯渇しちゃうかもっていうところの暗いところからあまり話をするよりはですね、やはりこれからどう明るい美濃焼きのこう産地にしていきたいかとか、有田焼き産地にしていきたいかっていうことをやはり語っていきたいと思ってますので、この産地の将来についてこれからトークを進めていく上では、その予測というような形で、現状に対する課題を解決して何か次の時代に結びつけていくことも重要なんですけど、その
何かをこう予測しながらそれに対応するというよりは、もうこういう世界、こういう産地にしていきたいということを構想した上で、そこに向かって今ある課題をどう解決するかというふうにこの場では考えていきたいなと思っております。かっけよい、残った。それではですね、今回の伝統区そのお題はですね、20年後美濃地区有田地区はどんな輝いた産地になっていますかということをお題としてお願いしています。それではですね、4名の話の皆さんの答えを一斉にフリップで出していただこうと思います。それではお願いします。話の回答はご覧の通り。まずは木原さんの答え、持続可能な産地から伺っていきます。このタイトルにしたのにちょっと非常に悩みまして、20年後のことを考えて、商社として何をすべきかっていうのをよく考えまして、まずこの産地を守るというか続けるためにはやっぱり作り続ける、売り続けることが大事なんじゃないかなと思いまして、で、今国内の市場がなかなかこう伸び悩んでるところがあるので、キアラとしては今海外事業に注力をしてまして、海外にやればやっぱりまだ伸びしろがある市場なので、それをやっていく上で、うちとしては海外の人が有田に来てこう作陶したり、それから働いたりっていうのも全然あるとは思うんですけど、そういった流れを海外の人が有田に来て有田で作ったものを海外で売るっていうのが非常にいいんじゃないかなというふうに思います。で、海外の方と仕事やってるとやっぱり今までと日本人が考えないデザインとか、そういうのが出来上がってきますので、そういうのがあれば、片屋さん、生地屋さん、鴨本さんもそれぞれ違うことができて、今までと違うこう意欲ができて、で、若い人もそういうのに知って、こういい順繰りなこうルートができたらいいなというふうに意味を込めてこういうタイトルにさせていただきました。ありがとうございます。商社さんらしいね、そのどう産業を持続させるかのためにはまずは自分たちがしっかり売り切らなきゃいかんという覚悟なのかなというふうに話は伺いましたが、国内の市場ってやっぱりもう頭打ち感があるんですかね。売り方だと思うんですけど、うちのやり方だとちょっとなかなかもう伸びしろが、うちどっちかというとか雑貨屋さんとか家庭用食器が多いんですけど、なかなかこう100円ショップとか、ニトリさんとかの安いものがあるので、価格競争で戦っていくにはちょっともうそろそろ限界があるかなっていうのがあるので、そこの別の活路を見出すにはやっぱ国家海外市場かなっていうと思ってます。すでにもう海外でこうなんか展開している商品というのが出て、その反応とかも出てるんですかね。そうです、主にシンガポールとパリでよく売ってるんですけど、シンガポールは、向こうのデザイナーが考えたものを、こっちの技術、あれ他の技術を使って、作ってるんですけど、やっぱり、日本のものをそのまま持って行って売るっていうよりかは、向こうのデザイナーはやっぱ文化とか食文化が違うところもちゃんと分かってますので、そのエッセンスを入れて有田の技術もやっぱり入れたものはやっぱりよく売れるっていうのは成果としては出てるので、パリも同じように、ヨーロッパの市場のこと、文化のこと、食文化のことを分かっている方がデザインすると、やはりこっちの産地の技術力を使った商品っていうのはやっぱり出来上がった時にやっぱり何かしらこうミックスされていいものが出来上がっているので、そういった意味では今のところ成功かなというふうに思います。20年後にはそれがこう主たる産業の軸になりそう。それも一つの手だと思って、そうやってこうグローバルに広げていけば、お仕事としては増えるのかなというふうに思います。かつてはね、有田って海外に輸出している量すごく多かったのが、正直今はそのとかつてほどではないというのは正直あるから、その海外の販路というところをこう目指していくというのは一つのあり方なのかなと思いますけど、伊沢さんの美濃とかはその海外販路とか海外に対する展開というのは美濃ってどう動いていらっしゃるんですか。当然それは同じような課題を抱えてますけども、もともとやっぱり輸出も多かった時代から、為替の変動によって内地の売上構成に変わっていって、今もまた為替が円安に振ったことによって海外マーケットにどうものを出すかということを今取り組んでいるという最中ですね。
あの藤本さんはこういう取り組みをする産地商社がいるっていうのに対して何か作り手としてはどうですか。作り手としてはですか。そうですね、海外デザイナーとかの商品を手掛けることも確かにあるんですけど、売っていただくことは非常に頼もしいですが、途中の交渉というか、やはり焼き物では実現不可能な図面が来たりとか、することも多々あるので、そういう時に中間に入っていただく方にそのうまくこう、ね、誘導というとちょっとあれですけど実現可能な落としどころを常に探ってもらうということも一つ売る以上に 大切なことかなと思ってます。有田の中では実はですね、クリエイティブレジデンシー有田というアーティストインレジデンスの事業を佐賀県と有田町で運営してきています。今まで30数組の人たちが、3ヶ月間滞在して有田でものづくりしてもらってたものを、産地の中の事業者さんと一緒にそれを報告で聞いたり、一緒にものづくり取り組んだりしていると、本当に突拍子もない発想でものづくりしてくれたりするたりするんですね。でもそれって逆に言うと今まで発想がなかったものだから、こう新たなこう、ね、こう気づきを与えてくれるのきっかけにもなる。ただ、それを今度はこの産地の中で落とし込んだ量産化となるとまた話は別なのかなって気もするし、おっしゃる通りその藤本さんがこう今まで経験されて多分大変だったところだとは思うんですけど、商社としての木原さんとかがその間で、ある種こう言葉の翻訳も必要だけど、そのデザインとかその、ね、こうどう売っていくかっていうところのこう翻訳通訳マネジメントみたいなことまで含めた単純に物を売るっていう世界だけじゃない仕事っていうのがより求められるってことなのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。続いては藤本さんの答え、延長線上にない変化。僕はですね、延長線上にない変化ということで、どんな産地であったら20年後どんな産地になっててほしいですかという質問問いだったんですけど、思いつかなくてですね、逆にどういう産地だったら20年後生き残ってるのかなという考え方に変えた時に、ちょっと抽象的にはなりますけども、延長線上にない DX ってやつが来て、今や GX っていう言葉が流行りだし、一体10年後には何 X が来るのかと、次なる課題は一体何だと日々考えるところであるんですけど、そうやって予想外のことがかなり、コロナも含めて起こったので、順当に成長していくでは超えられない壁がまだまだ来そうだなという時に、今のEC サイトを整備して、でショップを整備しっていう、このメーカーがたどっていく順当な成長戦略ではおそらく20年後残れない気がするなと。そしてその新しく付け加えるエッセンスが何なのかは分からないので、今日美濃の皆さんも一緒にちょっと答え探しのヒントが見つかればなと思って、こういう回答にしてみました。美濃もそうなのかもしれないんですけど、有田って意外とガイタレといったらなんですけど、外から突然やってきた技術とか人が有田でこう新しいことを伝えて、その技術普及させたりすることがエポックメイク的に有田の産業を発展させてきた歴史が有田じゃないですか。言ってしまうと陶石見つけたの李三平ですからね、そもそもこれ朝鮮人陶工だったり、明治期には国策としてワグネルさんが入ってきて、いろんなドイツとかの技術を入れたことで今の量産体制ができてきたりとか、あと言ってしまう400年事業で僕が生きたりとかですねエポックメイクに外部の人間が何か中でこう風を吹かすっていうことは、結果その自分たちが考えた想定できる世界じゃないところが起きたことがゆえに次のステップを踏み出せたってことなのかなっていう感じで、今その延長線上にないってところなのかなと思ってるので、多分今現在もおそらく産地のなんとか超ってつく人たちが他産地の方とこうやって語る場があったとは今までは思うんですけど、
僕みたいなポジションではまだそんなことができることもなく、だから産地をまたいで、まあ、そういう浜野さんの出会いがあり、でこういう伝統区という挑戦がありというところで、なんか他産地の方とこういう場で語り合うっていうのもまた一つあの変化 のきっかけかなとは思ってます。なんかあの伊藤さんから見てその延長線上にない変化ってどうですか？いや本当その通りだと思いますね。あの予想ってなかなか難しい。どちらかというと今日のお題はこうありたい姿がどうなのかっていうところだと思うんですけど、あのでも絶対に考えたって答えは出ないし、でも何かそういう出会いとかランダムなことにどれだけこう成果を出していくかっていうことで全然いい姿って目指していけるんじゃないかなと思います。まあ、結果挑戦ってことですよね。今までやったことないし、ね、想定してないから結果も見えるかわからないけど、はい、まず一歩踏み出す上では挑戦しなきゃいけないからっていうことにつながるのかなと。5年前の第1回の伝統を見返したら、あのダーウィンの進化論で、うん、あの変化する種こそが生き残る種だということを言ってるので、なんか5年経ってもあんま変わってねえなと思いながらまあね、そういうまあ、ここでまた想定外の変化を起こしてもらえれば、はいはい、もう一段階次のステップに上がれればと、はい、ありがとうございます。続いては伊藤さんの答え、愛と敬意にあふれる産地。はい、僕はですね、愛と敬意にあふれる産地ということで、まあ、あの地場に生きるためには愛が必要だよと思ってます。あのまあ、さっきの話にちょっと近いんですけど、20年後どうかなって思った時、まあいろいろシミュレーションみたいなことをしつつ、せいぜい5年ぐらいまでしか想像ができなくて、何が残ってたらいいかなっていうと、まあ、愛とそれから敬意が残っていればいい産地なんじゃないかな、輝かしい産地なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ、愛ってこう何かっていうところなんですけど、ちょっとスライド用意させてもらったんですけど、まあ、3つぐらいこの視点 でさっき あの人場所原料っていうところにもちょっと近いんですけれど、まず人で言うと、まあ、家族の愛があったらいいなと。まあ、僕がこう金子公表政党所に入った理由って、正直その器が好きだったとか焼き物作りがしたかったとかっていうよりも、まあ、両親を喜ばせたかったとか、あと家族をまあこういう形で幸せにしたかったみたいなところがありまして、まあ、そういうことの方が実はあの後継ぎになるモチベーションっていうのができてくるんじゃないかなって、最終的には家族の愛なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、これはあの従業員だったりとか一緒に働く人との関係というところも言えると思うんですけど、まあ、それから場所でいうと産地の愛、まあ、愛される産地であれば、まあ、規模がどうとかいろいろあると思うんですけど、まあ、こういうふうに愛されたいなっていうところが何か20年後に見つかっていればいいのかなと。で、最終的には原料の枯渇の話もあったんですけど、原料の枯渇、今やっぱり自分たちが飯食っていけないんじゃないかな、どうしようっていうところで心配はしてると思うんですけど、やっぱりもう少しこう、まあ、あのこの環境だったりとか、この地球、まあ、僕たちはこう焼き物作りってたまたまそういう、土があったから今飯が食えてるわけだと思うので、あの原料にもやっぱり愛を持って接して無駄遣いしないとか、まあ、これは今あの SDGs とかにもつながると思うんですけど、だから持続可能なあ、まあ、産地にあればいいなというふうに思ってます。で、まあ、敬意の部分で言うとやっぱりそうです、なんかなんとなく何にもその悪口とか聞いてないんですけど、産地感ってあんまり仲良くないなっていうところがあるので、今回もでも見させていただいて本当にこう有田の技術いろんなものがあってびっくりしたんですけど、でも本当にこう一生懸命いろんなことをやってるなっていうところがあの感動したので、またいろいろとなんか学ばせていただきたいなというふうには思ってます。で、3つ愛を出させてもらったんですけど、もう一つこう愛が隠れてまして、何かというとですね、この器生成 AI 使って作ったんですよ。愛にあふれる有田焼の器って入力したらこういうあのなんか出てきて、これ美濃焼の器ってすると赤色になるんですよね。なんかそういう AI のイメージが あるのかなというふうに思うんですけど、まあ、実際あの最近僕もなんか新しいもの作ろうと思ったら一回ちょっと AI に聞いてみるとか、まあ、こういう場で
伝統句という話があるんだけどどんな話をしたらいいですかって AI に聞いたりするんですけどチャット GPT に意外に、ね、答えてくれるんですよね。まあ20年後 AI を使うということではなくて、まあ、今こう技術が進んでいるものに対してめげずにというか、まあ、活用しつつ伝統を残していくっていうのが、まあ、すごく大事なんじゃないかなというふうに思って、このお題にしました。はい、有田焼だとこうなるらしいです。はい、です。生成 AI の成果が精度がまだまだ低いなという、ね、なんかいわゆる今日僕らの業界で言ったら生こういうっていう割と時期には施さないようやくってことなんで、生成 AI にもっと有田焼を学ばせないといけないという。今のこの3つの愛に対して木原さん愛はありますか？はい、まあ、おっしゃったように私も何ですかね、こう継ぐっていう立場であってモチベーションは多分伊藤さんと違って何か、まあ、父がやってる仕事と、まあ、有田の、まあ、産地を見た時にこうみんな輝いてこう一生懸命やってるとこを見たんですけど、やっぱり皆さん輝いて仕事されてる感はありますか？ミノですか？ミノ全体はそうですね、これから輝いていくんじゃないかなって思いますけれどまあ、そういう、まあ、まず自分の会社からそういうところを作って、会社のスタッフはみんな楽しく働いてくれてるので、まあ、そこはまず叶えられているのかなと思うんですが、ちょっと熱いですね、熱いことだけちょっと、はい、心配です。はい、でもなんかね、僕ら の, 今回の展示も実はパネルのところで大体産地が出ていくときって、まあ、一番最終売ってくださる販売の問屋さんか僕らメーカー窯元がピックアップされるフォーカス当たることが多いですけど、今回はその手前のところから精度土を作る、型を石膏型作る、絵の具を作る生地を作る全て普段はあまりスポット当たりませんけど、なんかでそういう人たちも全部協力のもと器が生み出されるので、なんか言ってもらったら、僕らも計らずも産地愛を少し示せたのかなと思いながら、なんか最初の提案を聞いたところです。ありがとうございます。いや本当に本当にみんななかなか使ってる人も知らない部分が多いと思うんで、知った時にはすごく、ね、感動 しますよね。なんかこういう職人さんがたくさん関わって一個ができてるなと思うと、本当にね、なんか一つの商品が、まあ、一人が完結して作るわけじゃなく、本当に多くの人の手を経て、まあ、分業制でものづくりができていくってことも皆さんにはぜひこういう機会に知っていただきたいし、まあ、そのためにこの藤巻さんを中心とした今回東京に来ているメンバーで、まあ、走り回って頼み回って写真を撮りまくって、でこの業界の人が足りないからもっと撮ってって僕が葉っぱをかけて、全部で今90人の職人さんがここに写真として掲示されてるんですけど、本当に今手とか背中でなんか物語っているような写真が多くて、ああもうこういう人たちに支えられてんだなっていうことをぜひね、東京で見に来てくださっている方たちにもその理解知っていただくことが、まあ、有田焼の本当に窯元から職人さんに対する愛っていうところの表現なのかなというふうに思っています。最後は伊沢さんの答え、アート&イート、芸術文化と食文化。僕の方の答えは、アート&イートということで、芸術文化と食文化を、まあ、中心に、産地のなんかこのキャッチコピーがこういう形で表現されてればいいかなっていうふうに思ってます。で、今ここにあるセラミックバレーミノっていう、旗印のもとにミノ焼をリブランディングしようっていう活動を旗振りをさせていただいてまして、まあ、セラミックバレーミノとして素晴らしい環境を作って、まあ、素晴らしい環境には素晴らしい人が育ちますし、で、まあ、そういった意味で世界から作り手と伝えてと、まあ、使い手が集まってくる産地みたいな風に、なれればいいなっていうのを20年後イメージしてます。で、当然この中で我々のポジションって伝え手のポジションになりますけども、産地の商社としてですね、意外とここの部分が今弱いかなっていうふうに思ってまして、
やはりその人にものの良さを伝えていくっていうのも一つのまあ技術だったり、そういったあの経験が必要だなと思うんですけども、そこの知識もしくはいろんな意味でのセールスポイントみたいなものを生み出す商社の力っていうのがちょっと弱くなってるなっていうのが正直感じています。でここを今さらに強化すべきというふうに思ってまして、でそのこのセラミックバレーの活動の中に美濃焼の本作りっていうようなプロジェクトを入れたりとかしながらですね、まず産地の今の価値をしっかり棚卸すということから始めました。でその中に、まあ、美濃は何だろうということが、美濃焼の特徴何って聞かれた時に、特徴がないことが特徴と先人たちが答えてる。でこれが、まあ、ブランディング上は非常に機能しないキャッチコピーかなということ でその中で僕らが今答えを導き出したのがやはり土ということです。で先ほど説明した東海湖という琵琶湖の6倍の湖に堆積したという今はなくなった湖みたいなものが非常にこうストーリー性があっていい。でこれ今東海湖っていうと常滑とか伊賀までが一緒だったので、その仲間たちにも呼びかけまして、この東海湖っていうこの湖をもう一回浮かび上がらせようというような活動もセットで始めてます。でこれグラフィックデザイナーの佐藤拓さんがこのセラミックバレーミノジャパンというデザインをしてくれたんですけども、佐藤拓さんと話しているのはやはり将来的にはセラミックバレーは日本なのでミノを外してセラミックバレージャパンになれればいいねっていうのが思いとしては実はあります。で火山帯にしか当然土が育たないということで、なぜ日本がセラミックバレーかというと火山帯王国になります。なのでマグマを、まあ、当然原子とする我々の土っていうのはこの日本にしかない、本当に陶石も一つですけど我々の外来面もそうですけど、そう思うと世界からやっぱセラミックをやるには日本に行くっていうようなミニマムで話ができるようになれれば20年後素晴らしいなと思っております。なのでその中でアートっていうキーワードがまず一つ大きいんですけども、これ1% for アートって活動ってあるんですね。でこれ100億の事業の中で1億のアートを使わなきゃいけないって条例があります。これは韓国とか台湾ではもうアジアでは始まってまして、北欧では当たり前にやられて、これ日本でももうすぐ始まると言われています。この中でやはり公園を作ったりとか、まあ、公共事業の中で 1% アートを使わなきゃいけない中で、外に使うアートはセラミックが非常に、選ばれやすいっていうことになってきますので、例えば有田であれば我々タイルがやっぱり産地として有名であるんですけども、壁面を装飾するセラミックということであると、ここの部分にももっとアート性を込めていけばマーケットはどんどん広がりますしということもあるので、ここは一つ大きなキーワードとしてあるのと、あとやっぱり茶の湯っていうのが美濃には大きくありますけども、これ総合芸術とされています。でこの中に床の間に飾るお軸もしくは花瓶みたいなものっていうのがおもてなしの心から、想像させられるもので、総合芸術空間を作るというのが茶の湯のこと。ここからヒントを得て我々やはりもっと食空間を、まあ、茶の湯の、総合芸術空間にしていくということを考えればですね、まだまだ飲食空間の中にアートって足りてないよねみたいなマーケットが浮かび上がってくるということですので、日本はやっぱり食っていうものがキラーコンテンツだと思ってます。でミシュランが一番ある国日本として見るとですね、有田焼はそこにかなりの量を供給してきた産地でもあるんですけど、美濃も、その中でやはり、食っていうものを、アートと重ねてですね、マーケットを作っていく。これ世界中に日本食ってが、すごく増殖しているコンテンツでもあるので、このアートと意図を重ねて、20年後総合芸術化させた空間オペレーションを世界に輸出するみたいな未来が、美濃から始まって有田ともコラボレーションしながらやっていけたらいいなみたいなことを考えてこのキーワードにしました。はい、熱い思いが、まあ、セラミックバレーという言葉の中にまさにそのね、こう目指しつつ輝く未来がここにあるのかなと、まあ、おっしゃった通り本当に日本って焼き物の産地だらけじゃないですか。で、こうで考えると、まあ、おっしゃる通り今はねこうセラミックバレー美濃としての動きをされてますけど、もう日本全国本当にセラミックバレージャパンになっていって、そこを目指して何か皆さんが海外から来てもらうようなことって起きたら本当に20年後素晴らしいですよね。そうですよね。なので外国の方が見てセラミックバレーってキーワードって想像つく
あのキーワードだと思うんですよ。ただ何々焼きって言われても有田はあれなんか やはりヨーロッパでもあの認知度はあるんですけど、美濃焼きって言ってもなかなかあの今まではそこってどこって大体外国の方に聞かれて宮名古屋とか答えるんですよ。なんかちょっとそこもなんかどうかなみたいなとこあってですね。あのね、食文化って特にあの本来はこの焼き物の、ね、陶器とか磁器って今マテリアル的な話もするんですけど、もうすでに器がついている段階で用途としては何かを盛るものっていう位置づけで作られた素材っていう感じがすごく強いじゃないですか。やっぱりその食とのこう親和性ってものすごく器って大きい割には、器だけ今まで売ってきたっていう流れってすごい強いと思うんですね。そこになんか食を絡めた見せ方で、まあ、新しい気づきをあのユーザーの皆さんに伝えていくっていう取り組みはもう有田でも確かに行っていこうとしていることですので、まあ、本当にそういうところでもね、美濃と有田で連動できることってすごくあるのかなっていう気はするんですけど、ただもう面白いなと思う。あのやっぱり普通で考えると皆さん作り手でしょ、使い手ですよね。作る人と、使う人で、その間にいる人たちが伝えてと考えてみれば売り手なんですよね。でも売り手は売るっていうことを行為を通じて、なんかものづくりだったり物の価値だったり魅力だったりを伝えるのが商社の仕事なんだっていうことが、この伝えてって言葉に表れてるのかなって気がすごくした。そうですね。だから、まあ、伊沢として見るとこのことを伝売と、伝えながら売るということを、まあ、セールスのチームには課してるということなんですけど、ただ売るだけはまあ、今まで通りになっちゃうんですけど、やっぱり作り手の思いとかその背景みたいなことをしっかりあの説明をして、あの納得して購買していただくっていうようなあのことが本来あるべき伝えて、まあ、伝売行為ということになったらいいなと思いますので、多治見には多治見商人という言葉があって、それがやっぱり先人たちが作ってきた商社の、まあ、代名詞みたいになってるんですね。で、多治見商人ってやっぱり伝売師であるべきだよねっていうのを産地では言い始めてます。だから産地の営業部が弱っている上ではやっぱり海外に物を売れないので、やっぱ先人たちのやっぱり海外に物を売ってきた先輩たちの、まあ、やっぱりそういったアイデンティティ的なことをしっかり受けてですね、やっぱりいい伝え手になるべきかなというふうには今思ってますね。どうですか木原さん、この商社としてあの伝えてっていう言葉はすごいなんかしっくりきまして、まあこういうなんかうまいこと伊沢さんみたいに言えたらなというちょっと反省はしてるんですけどそこで伝えきれてないそう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 いうことですねなので、まあうちもやっぱり海外に出してあのものづくりするときは、こうなぜ有田で作るのかっていうのをまず第一軸に置いて作ってるので、もう本当にどこのなんかどこでもいいようなあのものは作りたくない、有田で作る意味っていうのを、まあ、軸にものづくり、まあ、売るっていうことをしっかり考えてやっているので、はい、やってます。木原さんはこう逆にこう外に出ていくっていうことをこう一つ未来の姿としてお話しされたじゃないですか、はい、一方で伊沢さんは同じ商社の立場からすると日本に迎え入れることを目指そうと、これこうこの迎え入れるっていうことを目指す伊沢さんのお話聞いて、木原さん的にはどうお感じになりますか。まあ、そう、私もまあ外に出るっていうのは言ったんですけど、まあ、最終的に有田に人がこう来るっていうところをまあ目標に外に出るっていうことを言っているので、まあ、最終的になんか有田で関係するようなことが起きたらなっていうふうに思ってます、うん、なんか本当に日本って世界的に見ても魅力的な地域、いろんなものづくりもあるし、まあいろんな文化もあるし、その外から見た日本って日本人が見てる日常以上に外の人たちにはすごく非日常感が強いからこそ、まあ、今観光立国になろうとしてインバウンド需要を目指している。ただインバウンドしていくためには自分たちの魅力を外に伝えていくっていう作業をしていかなきゃいけないってことで考えると、やっぱ一度アウトバウンドしていく、自分たちが外に出てって伝えることでインバウンドに結びつけるってことになると思うので、まあ、そういう形で何かね、こう身の有田こう別々の産地ではありますけど、何か連動して、まあ、一つのセラミックバレージャパンの仲間として何か一緒に活動できているようなことが今後できていくと、まあ、日本の焼き物産業盛り上がっていくのかなっていう感じでお話。いいですよね。なので例えば今の飲食のトレンドってほとんどカウンター8席から10席 の飲食が多いんですね。それなぜかというとやっぱりライブ感だったり
お客様との距離感を縮めて会話してコミュニケーションしていく、その中で一皿目が有田で二皿目が美濃でみたいなことって当然コースなので、それで焼き物の良さとかみたいなことを伝えていくっていうようなコミュニケーションで当たり前に起こると思います。でインバウンドが来たら日本の食ってこの芸術とまあ、アート&イートの表現総合芸術が味わえるっていう食を味わってもらうみたいなことだと、まあ、20年後素晴らしい陶磁器業界になってるんじゃないかなと思ってますよね、はい、20年後輝く未来になっていただきたいので、ぜひねこの4人の皆さんがこう考えているようなことを、まあ、ぜひ挑戦的に動いていただいて20年後を楽しみに皆さんにも期待して有田焼産地、美濃焼産地、さらに日本の陶磁器産地が輝かしく時代を迎えられることを非常にこう願いたいなと期待したいなと思ってお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。どすこい皆さんにとってもね、20年後の姿ってこう、ね、自分の生活でもなかなかこう分からない世界もあるな、分からないこともあるから、より産地の20年後なんてなおさら分からない部分はあると思いますけど、ただこうやって活動している皆さんが思い描いている姿を皆さんお聞きになって、そういう、こう20年後になっていたらきっとこう面白い日本というか面白い焼き物産業になっているんだろうなということは皆さん理解していただいたのかなと思ってはいるんですけどね。でもなんかあれですよね、そうなった時作り手は伝えられる語れるものを作る必要があるという、いう命題は作り手にも降りかかってくるというか、まあ、これは今でも一緒そうだと思うんですけど、なんかねちゃんとその何故に自分たちがものを生み出すのかということはメーカー側もちゃんとこう再確認というかする必要があるなとは。生み出すものに対する愛みたいなね、やっぱり自分の子供じゃないですか、生み出したものっていうところで、まあ本当に今日ねお話聞いてて熱量がすごくある4名の方なのかなと思うと、まあさっきのねセラミックジャパンが火山帯だからこそ生まれた日本で、焼き物って炎の芸術って言われるわけじゃないですか。だからやっぱりその火を通して焼き物が生まれる、その焼き物が生まれるのがこの火山帯の日本だから生まれた一つの産業の形であって、でさらにそこに働いている人たちが心に火灯しているような人たちじゃないと、やっぱりこの地場に生きていくっていうことを表現できないのかなという気がして、まあ、うまくまとめようかなっていう感じで今話をさせてもらいましたが、ここに我々マグマありますんで、はい、そうですね、はい、ぜひその火をどんどん燃やしていただいて。伊沢さんはもう1400度ぐらいで燃えてるぐらいで、もう本当にやっぱり人数も多いんで、セラミックバレーってまとめようっていうのは旗印を出してっていうのはなかなか大変なので、1450度ぐらいまでいってるかもしれないですけど、まあ、焼き物1300度ぐらいが大体ね限界なので、1450度今度潰れてしまう可能性もあるのでぜひそこはうまく調整をしていただいて、還元なんで酸欠状態です。伝統区令和6年東京場所もこれにて打ち止め。まあ、本当に全国の工芸の産地っていうのがですね、まあ悲しいかな、まあ、いろいろ、原料の問題だったり、まあ、人の問題だったりっていうところで、窮地に立たされていることの現状はあるんですけれども、まあ、何かこういう産地同士が連携して一緒にすることでまた解決できるこうこともきっとあると思いますし、本当にこの4人の皆さんには、お礼を申し上げたいと思います。熱い思いに熱い思いでお答えいただければと思いますので、拍手いただければと思います。ありがとうございました。